もう一遍聞くよ。どっちがいい指でしょうか。じゃあ1番。んちょっとね、うまいのが、まあいいや。じゃあ2番。できてるのか分かんない。もう1点、1番。あ、これは分かりやすいな。こうすればいいのか。2番。どっちがいいでしょうか。じゃあ1番だと思う人、はい。2番だと思う人、はい。なんで？じゃあなんで？なんで？星が移動してた。ああ、そう見えるんだ。みんなそうなの？じゃあなんで2番4に動かないの？じゃあ1番と2番はなんでじゃあ腰がそんなに動きが変わるんだと思う？はい、わかる。じゃあ言葉を変えて聞くけど、襟って体を丸める運動でしょうか、それとも体を反らす運動でしょうか、それとも体を反らしたり丸めたりする運動でしょうか。はい、丸めるものだと思う人、はい。うん、じゃあ伸ばすもの、うん、その通り。松本さんはその通りの動きをしてるから俺はもう素晴らしいと思う。じゃあ体伸ばす動きだと思ってる人、はい。体を反らしたり丸めたりする動きだと思ってる人、はい。でもみんな反らしてないから、俺に言わせれば。反らしてよ。で、なんで反らすんだろうね。敵がまず来ました。相手が来たよ。あ、こんちゃん。相手、押さんといかんね。まあ、すごい早く対応できたらこんだけでもいいんだけど、押すことは必要なんでね。で、皆さんベンチプレスすると体反らしますね。反らしますよ。押すとき、反らさんと押せないんですよ。しっかり反らそうな。ここ反らすんですよ。反らして腰浮かして、ここで丸めるだけなの。だから移動するとしたらここでもうこう反らしてる。だからさっきやった動きでは、俺悪い動きの時ずっとこっち向いてたでしょ。いい動きの時もうこう向こう、こう今腰が前出るわけよ。ここでで前、腰が前に出るっていうのはすごい大事で、これでさっきもこれやった腰出す動きやったけど、腰だって引くだけだったら相手がついてきたら隙間できんじゃん。押して引きゃこんだけめっちゃ隙間できろ。だからね、頼むからここで一回反らそう。で引こう。分かります。でも本当にこうしないと俺逃げれないと思うんだけど。